一般的にはミステリーやサスペンスの世界で、主に暗号やミスリードを誘うためのトリックとして使用されるこの縦読みではありますが、こと声優業界においてもこの縦読みが話題となることは珍しくなく、それは声優の SNS を第三者が深読みした結果だったり、運営が意図的に仕組んだものだったり、本当にただの偶然だったりと、見つかる経緯は様々ですが、その背景には、ゴシップや不祥事がちらついてたりするのがほとんどでしょう。てなわけで今回は直近で話題となった事案も踏まえ、私が個人的に面白いと感じた縦読み騒動についてお話ししていきたいと思います。それではまずこれ、なるまきスタッフ、故意的な縦読みで賛否。先月ゲーム実況者と交際していたにもかかわらず、浮気をしていたことが噂となり、現在活動停止しているなるみるなさんですが、時は2021年10月の28日、彼女がパーソナリティを務めていたニコニコ生放送番組、なるべくまきでというチャンネルにて、最終回の次回予告の概要欄が、明らかスタッフが意図した縦読みじゃないかと、話題となりました。ということでこちらが番組スタッフが執筆したとされる文章なのですが、対象の文章を縦読みしていくと、ルナ、またいつの日か一緒に、というスタッフからのメッセージが込められていることが明らかになりました。なるみさんは体調不良による活動休止なのだから、別に堂々と書いても良くない、と考えたあなたは、多分性格が悪いです。スタッフからのいなせなメッセージに対し、世論からは案の定なれ間の仲の良さを演出しているだけだの、ただ単純に縦読みがなんか気持ち悪いだのと、なるみさんにかけられてる疑惑も相まって、かなり風当たりが強く、冷たい反応が目立つ結果になっているのは、まあ無理もないのかなといったところ。それでも、中身はちゃんと騒動を受け止めた上で、推してくれるファンだって存在することも確かです。そういやファンといえば、Twitter いじってると、推しの声優が一回不祥事を晒したからといって、推すことをバカにする権限でも生まれたみたいに、水を得た魚がごとくファンを晒し者にする輩がチラチラと見受けられますが、人間人の好きを否定することほど愚かなことはないですよ。というかこちとらただでさえ騒動で尋常じゃなくへこたれてる仲ようやっと立ち上がれそうなのになんで外野からもぐちぐち言われなあきまへんねん。拷問か。ちなどこかのスレッドでは、この縦読みは共演者の山木杏奈さんが仕込んだことだ、と変に勘違いして、山木さんにも火の粉が飛んだことは、また別の話。次に、フレーバーテキストに声優が、2021年7月5日にサービスが終了したアプリカードゲーム、ドラクエライバルズですが、それに登場するカードのフレーバーテキストを縦読みすると、何やら聞き慣れた言葉が浮かび上がってくるそうです。例えばドドンと、はいこちらドラクエ6の発散、そのプレミアムカードなのだそうですが、こちらのフレーバーテキストを縦読みしてみると、あらまあこれはこれは、うちらの安本にきじゃありませんか。といった感じでこれ結構面白くてですね、ある程度声優の名前を知っていないとわからないし、理解した途端、わずか 0.1 秒ほどで脳みそが活性化し、世界の見え方が変わる感覚に陥り、神経細胞がつなぎ変わって一発学習が完了する、いわゆるアハーな体験ができるという声優オタクにとってこれまでにないエンターテインメント。ちなみに左のアンルシアが早見沙織さんで、右のベロニカが内田真彩さんです。よく考えますよねほんと。そんでもってこちら、わかりますか皆さん。次の瞬間には問答無用で答え晒しちゃうので、考えたい人は一時停止推奨です。てなわけで正解はこちら。余裕ですよね。次は少し難しいかもですドドンと。相も変わらず一時停止推奨です。正解はこちら。おもろい。他にもたくさんあるみたいだから、よろしければ調べてみてね。次、鈴木達久さんツイート、ちょっと無理がすぎる。今年の8月初旬に不祥事を起こしてしまい炎上してしまった声優、鈴木達久さんですが、その騒動に乗じてどこかの誰かが唱えた縦読み疑惑が、いろんな意味で話題となりました。そしてこちらが問題のツイート、騒動が起きた直近でのツイートですので、一回は目を通した方も多いのではないのでしょうか。普通に読むのだとしたら、気まぬゆとこもと、全く意味のわからん回文が完成してしまいましたが、逆です。右の出っ張っている文字を縦読みしてみると、まあ不思議なことに、トラブルという文字が浮かび上がってきました。よく見つけたなぁこんなのと感心してしまいますが、こちらは明らかなこじつけと見てそういないでしょう。というのも、こちらの文章は端末によって改良の仕様が様々で、見る人によって浮かび上がる文字が違うのだとか、皆さんどうやら右側で縦文字かますのは、それなりの技術がいるみたいです。チャレンジする際は気をつけましょう。でもまあ偶然とはいえ、その後の顛末を予見する言葉が浮かび上がってくるとか皮肉が効きすぎて辛いなこれ。次、寺島拓磨、出演できないイベントに言える。時は2017年2月11日に寺島さんのブログにて、自身が出演するイベントの PR と、裏で開催されているサイド M のイベントの応援を縦文字でするという、なんともハイブリッドな計らいを見せ、話題となりました。それがこちら、最高プロ頑張れという大変粋な激励が浮かび上がってきましたね。ちな最高プロというのは、サイド M の登場キャラが所属する芸能事務所でありまして、激励を送った本人もジュピターというユニットでしっかり活躍されております。ファンからは自分が参加できない分、応援だけでもという意味と捉えたそうで、寺島さんの株が爆上がりしたんだとか、そういえば寺島さん、以前にも同じような粋な計らいをされていたんだそうで、歌プリにて自身が演じる音屋の誕生日を祝うなど、ほっこりするような隠し要素に、オーディエンスは感動を禁じ得なかったのだとか、てなわけで今回の動画はここまで、また次回の動画でお会いいたしましょう。バイ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 バーイ。